いわゆる訳あり商品を集めた大規模なセールが東京都内の百貨店で始まり人気を集めています。この訳ありセールとはどうですか？安くて、ね、いいものだから。全然関係ないです。安ければいいです。規格外ということでこちらは3000円のものが1000円なんですが、この通り見た目は全く変わりません。ちょっと小ぶりなだけです。上野松坂屋で始まったこの訳ありセールは食品から衣料品、宝飾品まで扱い、百貨店としては最大規模のものです。形の崩れた生鮮食品や売れ残った紳士服など定価よりも3割から7割も安い上に、もともと百貨店で売っている商品ということもあって、売り場は開店と同時に客でごった返しました。